次は子どもの国、子どもの国です。お客様にお願いいたします。皆様のお客様のお忘れ物をなさいませんようにお呼びください。出会わせが来られる方は、お乗り換えで。結婚してくださる方は、折り返しの17時41分半の高原27号、平成停止場までいます。発車時刻までしばらくお待ちください。これで蒲郡駅到着ですね。横はね、もう JR で。JR で、途中からね、協定場前あたりから並行して走ってますからね、あれですけど、そら、ターミナル取らねえときねえんだった。いや、ね、最初乗ったときはクラクラだったんで、どうかなと思います。やっぱ、ね、途中からね、こっちの方面に行く方もいるんで、こっちの号車もだいぶ混んできましたね。まあまあ、それなりに利用者さん、いるんだなと、まあ確かに、閑散としてるかどうかっていうのは知ってますけどね。で、隣は JR の東海道本線ですからね、もうバリバリに貨物も行き交ってきます。で、あ、手前にある、あ、ここは、こうなんだ。ありましたね。ターミナルってことで。あ、ここは、あれなんですね。見えてて、この手前に立たずに、ガンジャジの奥のところに着くんですね。っていうか、ジャジを絶対引くんですね。見えてて。意外とこんな形も違うんだな。ねえ、へえ。あそこだけ言えなかったか。旧国際空港だけね。代わりにダンパー仕様の、車止め標識になってましたもんね。さあ、でね、こっからですよ。まだまだ先は長いな。これでやっと5駅目ですけどね、今計算したらね、18駅あるわけですからね、18分の5ですもんね、3分の1にも届いてないと、これはまずいと。こっちから入って、こっからで、手を一度返したとこなく、見せたらいいのかな。あ、すいません。はい、あ、いいですか。はい、どうぞ。はい、まあ、ガシャコンしたら用意してないですね。ということでね、やってきましたよ、ガンマ氷ですけど、ね、まあ、これは有名ですけどね、さあ次はね、豊橋に行こうかというところですけど、ここから豊橋だとね、1400円かかりますと、まあ、値段はね、フリーキップですからね、全然問題ないんですけど、ここからね、先行くところずっと戻って、また吉良吉田が、ね、西を経由で、新安城に行ってね、そこからずっと豊橋で。時間がかかりすぎるということでね、ここはね、素直に、JR で行こう。名鉄が1400円で、JR だと豊橋までいくらなのかな。チャージだけしたいな。豊橋まで330円か。1100円違うもんな。そりゃそうだ。で、さあ、チャージもしましたしね。これで豊橋まで行きますよ。ちなみに、豊川までやと、510円ね。うん、うん、うん。なんで豊川の料金気にしとるのかね、気にしないでくださいよ。さあ、これはなんだ？臨時金融代。定期か。あ、そうですよ。こんなんあるんだ。でやると。定期じゃない。指定席券の。申し込みしこんなとこで。さあ。だってはね、30分に1本でしたけど。リアルはね、東海道線って、もういくらでも電車走ってきますからね。来たやつ乗り合い。よし。じゃあ、またね、豊橋方面に。
ちゃちゃっと豊島で行っちゃいましょう。よし、新快速で行ったらいいな。よし、電車の本数もあるし、今40分か。44分。ああ、すぐ来るな。あ、終着しとこう。入所案内、ちゃんとありますね。なかなか斬新だな、これ。竹島は有名ですよね。うんうんうん、前は車で通ったことありますね。で、三河防衛省は海水浴場のね、うん、ただここは、ね、撮影とかは難しいところですよね。で、サーマンは大楠があるの、まあ、3.5 キロ、4キロ、1.5 キロ、まあまあそんな悪くないところですけど、これなんだ、温泉って、よしよしよし、さっくりすぎるよ。まあ、各州の温泉がありますけど、まあ、あまこの温泉近くにあるのかな。これはこれで魅力的ですね。で、この前は、この前はね、この前を車では通り抜けたことありますけどね、で、前の動画で。なんだ、豊橋から帰ってくるときか。この列車は三河宮豊橋の順に停車します。乗車駅は丸菱市の2番から7番です。